ベンジャミントレーシーベンジャミン・フランクリントレーシーはアメリカ合衆国の政治家。1889年から1893年までベンジャミン・ハリソン大統領の下で海軍長官を務めた。1830年、トレーシーはニューヨーク州オ江エゴで生まれた。トレーシーはオ江エゴで育ち法律を学んだ。トレーシーは1851年に ニューヨーク州から弁護士の認可を受けた。トレーシーは活発な弁護士として活動した。1853年、トレーシーは保育党の党員としてティオガ軍の地方検事に選出された。だが、間もなく保育党が分裂を起こしたため、トレーシーはティオガ軍で新党の設立を支援した。1855年、トレーシーは共和党に参加し、 ティオガ軍の地方検事に再選された。南北戦争勃発後の1862年、トレーシーはニューヨーク州下院議員に選出された。トレーシーは北軍のために戦う兵士の募集を支援した。またトレーシーもニューヨーク州第109志願兵連隊で大佐を務めた。トレーシーは1864年5月6日のウィルダネスの戦いに参加した。 1864年、トレイシーは北軍の巡将に昇格し、第127黒人連隊の司令官となった。翌1865年、トレイシーはニューヨーク州のエルマイラ戦争捕虜キャンプで監督官となった。南北戦争終戦後、アンドリュー・ジャクソン大統領はトレイシーをニューヨーク州東地区の合衆国地方検事に指名した。 トレーシーは1873年まで地方検事を務めた後、弁護士業を開業した。1881年、トレーシーはニューヨーク州知事ニューヨーク州高想裁判所主席判事に指名され、公職に復帰した。トレーシーは主席判事を1年間務めた。1888年、ベンジャミン・ハリッソン大統領はトレーシーを海軍長官に指名した。 トレーシーは戦いに容易に勝つことのできる力強い二つの海の海軍を掲げた。トレーシーは合衆国における新たな海軍の構築に大きな役割を果たしたことで有名となった。合衆国海軍は南北戦争以後大きく陳腐化していた。トレーシーは海軍組織に大改革を施し、それまでの沿岸防衛や通称破壊ではなく、 攻撃面に重きを置いた戦略を主張した。この試みには、海軍の理論家、アルフレッド・セイヤー・マハン大佐が有力な協力者となった。1890年、マハンは、ザ・インフルエンス・オブ・シー・パワー・アポン・ヒストリー、1660から1783を刊行した。この著書においてマハンは、歴史の例を引用して、公海上で戦うことのできる、 青海原の海軍の構築を支持した。トレーシーはまた近代的軍艦の構築を支援した。1890年6月30日、合衆国議会は海軍法案を可決し、3隻の戦艦の建造を認可した。これらの戦艦はインディアナ、マサチューセッツ、オレゴンと命名された。さらにその2年後、戦艦アイオワの建造が認可された。 海軍長官を退任後、トレーシーは弁護士業を再開した。トレーシーはベネズエラとイギリスとの間の境界線紛争について和解交渉を支援した。1895年、トレーシーは南北戦争中のウィルダネスの戦いでの戦績を強化され名誉勲章を受訓した。公式な受勲理由は他の連隊が次々と交代する中、黒人を理解し、 連帯を統率し、戦線を改善、維持したことであった。1915年、トレイシーはニューヨーク市で死去した。トレイシーの遺体は、ニューヨーク市ブルックリンクのグリーンウッド墓地に埋葬された。トレイシーの死後、合衆国海軍ではその功績を称いて、駆逐艦アセストレイシーにその名が付けられた。シビルエメダルオ描ナーリシピオンズ。 合衆国陸軍のウェブサイトによる南北戦争における名誉勲章寺勲者の紹介ありがとうございます。